エチオピア鉄道は、エチオピアの首都アディスアベバとジブチの首都ジブチ市を結ぶ、全長7 8 1トルの鉄道である。基幹は1 0 0 0トルの狂気。ジブチエチオピア鉄道会社によって運営され、会社の本部は、エチオピアのディレダワにある。会社は、ジブチ政府とエチオピア政府の共同運営のもとにあり、会長と副会長は、 ジブチとエチオピアの運輸計画量が兼任する。エリトリアの分離独立によって内陸国となったエチオピアにとっては貿易の95%以上が通る大動脈であり、ジブチにとっても国家収入の柱として重要な位置を占めている。ディレダワ駅2006年3月、アジス・アベバ駅2006年8月19世紀末。 エチオピア皇帝メネリク2世によって近代化の一環として計画される。1894年にエチオピア王立鉄道会社の手で建設が開始され、1901年7月にジブチ市とディレダワの間で営業運転を開始。王立鉄道会社は1906年に一度破産したが、1908年にメネリク2世がフランスとエチオピアの合弁会社に 資産を譲渡し、鉄道を延伸させることに合意した。翌年、インドシナ銀行も参加した。ジブチエチオピア鉄道は1917年に全通し、エチオピア帝国の誇りの象徴となった。現在のジブチエチオピア鉄道会社は、1977年のジブチ独立後に、フランスから経営権の譲渡を受けて設立された。2013年、 中国企業の手により、アフリカ発の電気鉄道を目指して、全線の電化を伴う大規模修繕工事が開始された。その際の報道では、現在ほとんどの区間で鉄道が運行されておらず、ジブチ・アジスワベバ間の貨物輸送の100%が、道路輸送とされている。完成予定は2015年。工事により所要時間は7から8時間に短縮される、見込み。 2016年10月5日、観光、所要時間約10時間と報じられた。2017年1月、ジブチで工事の完成式典が開かれた。約34億ドルの総工費は、中国輸出入銀行が7割を出資し、工事は、中国中鉄と中国土木工程集団が担当した。中国は、一帯一路構想の一環と位置づけている。 追加のインフラ整備やサービス、保守にかかる十分な検討がされておらず、鉄道建設の支援を行った、中国の当器監視では、鉄道プロジェクトの持続可能性は、低いと指摘されたことがある。クローゼ、ジーン、ピエール、フランソワーズ・フォークナー、トリーネ、トランスクリプション、ザ・フランコ、エチオピアンジブット、 エチオピアン・レール・エイ、2013、アクセスト12フェブラリー2014、エチオピア、S ニュー・コースタル・レール・リンクランズスルー・レスティブ・リージョン。ボイス・オブ・アメリカ。https WW、www.boanews.com、アフリカ、エチオピアズ・ニュー・コースタル・レール・リンクランズ、スルー・レスティブ・リージョン・ハット、ミハウ・カジツキ、ザ・ヒストリー・オブ・レール・エイ。イン。 エチオピアイッツロールインザエコノミックソーシャルデベロップメントオブディスカントリースタディーズオブザデパートメントオブアフリカンランゲージズ、a n l a n g 49アダン・ミカビッチ・ユニバーシティ一瞬0860から4649中国の鉄道技術アフリカで不設工事始まるすべてがチャイナスタンダードイコール中国報道サーチな http://headlines.yahoo.co.jp/.hl?a イコール2014万512から0 0 0 0 1 6 s c n バスオール2 0 1 4年5月12日閲覧エチオピアにアフリカ発の電気鉄道が開通中国が出資建設 ア <laughs> フップ部、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズス<に>ラッシュダッシュスラッシュ31034872016年10月6日閲覧。アフリカの物流狙う中国、エチオピアジブチに、鉄道建設。産経新聞長官2017年5月12日。2017年5月27日閲覧。商店。 一対一の鉄道計画がエチオピアで飛んだ中国有志原則。ロイター。2018年11月24日閲覧。ありがとうございます。